こんにちは。こんにちは。始まりました。はい、鐘が鳴りましたね。いつもの通りね。はい、今日はまず最初にラジオ番組のご紹介です。カリゴリアズーリ FM をご覧の皆様へ、当局はコロナの間で開局をいたしましたため、スタジオ内は窓があります。今のように音が途中で入ってくると思いますが、一緒に体感してください。ありがとうございます。この番組はゆかねえのハッピーライフリースタートが始まりました。もう始めて、ね、ちょうど1年になるのかな、ですよね、確か。うん、そう、人生はリセットできないけど、人生はより良い方向に行くっていうところで、自分がこう常にトライしていきましょうっていう意味も含めて紹介させていただいてます。そうね、まあ、ゲストさん待ってるんだけどね、もうね待ってるのにね、どうしたらいいんだろうなっていうのがこう自然を感じてね、今ね。結構どうしようどうしようって焦って喋りました。はい、今日のゲストさんはイケメンと若い、うちの娘みたいな感じのね、若い子たちでね、ほんと娘息子といるような感じなんですけどね。はい、ルックスアチーブメントの久道さんと鈴木さんです。お願いします。お願いします。やっと紹介できたね。はい、紹介できました。そうだよね。待ってんの長えなーみたいな感じだよね。いやいやすいません。ちょっとね、いろいろ今日はね、前半まあ40分ぐらいは2人のちょっと個人的なご紹介をさせていただいて、で会社の概要とかいろんなの聞いていこうかなって思うんですけど、いいですか？お願いします。お願いします。じゃあまず最初に私の隣にいるイケメンくん、久道くん、はいはい、よろしくお願いします。画像を1個出してもらった方がいいかな。まだいい？出さなくて。あ、全然出しちゃっても大丈夫、ね、出しながらちょっと説明した方がいいかな。あ、そうですそうです、はいはい、あ、これは次でいい？はい、次行きましょう。あ、これです。はい、久道くんの歴史ですね。はい、そうですね。野球少年だったんだね。そうです、僕ずっと野球やってて、小学1年生から大学まで野球やってたんですよ。あ、そうなんだ。ガチやってたんだね。そうですね。すごい、はい、ちなみにプロとか考えたんですか？いや、全く考えてなかったですよ。あ、考えてなかったんだ、はい、へー、ちょっと途中遊びすぎて、うんうんうん、入試なりました。はい、それは何、大学の時？大学の時。あ、やっぱそうか、はい、そうだよね、人生一度しかないからな。入試なったっすね。そっか。でもそれまではガチでやって。あ、そうです、やってます。高校も寮で、寮生活で茨城県まで行って、野球やってたんですよ。有名な学校です。そうです、茨城の常総学院っていう。お、有名、はい、やってて、甲子園の名門と言われてる学校のね。そうですね、一つだよね。僕の時は、高校3年生の時に最後夏甲子園出て、相手ピッチャーがその松井裕樹っていう、今メジャーリーガーになってる子なんですけど、そこから三振するっていう、はい、三振するっていう、はい、すげえ。いやいや、どうする？今日野球少年だよ。ね、すごい。あ、好きらしいよ。あ、そうなんですか。うん、なんか今すごい喜んでる。あちらはサッカー少年。あ、サッカー少年。そうそうそう。へえ、そうなんだ。大学の時は、はい、じゃあどこのポジションだったんですか、まず野球。外野だったんですけど、なんか僕の高校の監督が木内監督って、ちょっとおじいちゃんの監督だったんですけど、なんかすごい尖ったポジションに任命されてて、僕左ピッチャーの時だけ出る右バッターっていうの代打っていう謎のポジションだったんですよ。そうなんだ。すごい使い勝手悪い選手みたいな。そうだね、はい、っていう選手で、うんうんうん、そうですね、気づいたら正直あんま野球やってなかったんじゃないかなと思いましたね。あんま出るタイミングないじゃないですか。ね、出る子決まっちゃってるし ね、メンバーでね。左ピッチャーの時の代打っていう。でもさ、代打もすごくない？まあ、そうですね、はい、うん、ちゃんとね、考えてくれてるね。そうですね、そうなんだ。まあ、外野でした、ポジションは。野球やってて何を学びましたか、まず。野球やってですか、うん、そうですね、やっぱ諦めないことですかね。生き抜く術みたいなのあるじゃないですか、うん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 、それこそ
何ですか、こう寮生活で先輩に気に入られるとか、うん、僕めっちゃ嫌われてたんで、そうだと思う、それをこう反省して大学に進んでまた嫌われてみたいな、そうですね、諦めないことと人付き合いを学びました。学んだんだ。学びましたね。素晴らしい。だから今があるんだね。はい、そうですね。ね、すごいめちゃくちゃいい人でね。はい、あのまだ知り合って間もないんですけど、はい、あの礼儀のあるすごいいい方です。あ、ありがとうございます。お母さんじゃん。お母さんですね。ね、ちゃんとこれだけはしときなさいよみたいな、ね。はい、そうですね。本当そうなんですよね。で先輩には何こういじめられてた。いや、なんかこう結構生意気だったんで、そうだよね、なんかそれでこう生意気が過ぎて、うん、なんかこう殴られるみたいなことはありましたね。へ、うん、はい、そうなんだ。そうですね。で甲子園は行ったの。甲子園行きました。行ったんだね。はい、じゃあ最後甲子園ね、はい、行けて。それから大学は野球、大学野球で行って、行ったけどちょっと怪我をしてて、うん、ちょっとこう大学2年生までは結構本気でやってたんですけど、うん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 、途中からちょっと遊びに走るという、まあね、怪我はそうだ、しょうがない、そうですね、はい、しょうがない、そうなんですよ。そっか。でその後は、その後は新卒で通信のこう営業の会社に入って、うん、で一応そう結構サラリーマンで楽しくて、うん、あの新卒でなんかこう1位みたいな、あ、なんか取りそう、分かるだったんですけど、うん、で23の時に結婚して、結婚したの。そうです。結婚してんの。して、うん、ついこの前離婚するっていう。え、ちょっと待って、はい、どのくらい持ったん。6年です。あ、でも6年一緒にいたんだ、はい、そうです。へえ、募集中です。あ、違う。まあ、いっぱいいる、いそうだよね。いやいやいや。そうなんだ。そうそうそうです。へえ。まあ、ちょっといろいろ聞きたいけど、言って聞きたいかわかんないんで、ちょっとなんか喋りたいこと言って。喋、はい、りたいことですか。その方が早くない、はい、私が聞くより。そうですね。自分で今日喋りたいなって絶対イメージあるでしょ。いや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 。ね、あると思うんだよ。引き出されたいです。引き出されたいです。か、それ私試してる。いや、試してない。試してる。試してないです。そうなんだ。そうなんですよ。で、離婚しちゃったのね。はい。うん。で、あ、そうそう、あの、そうそう、で僕23の時に、うん、そう結婚の時に戻ると、うん、23の時に、うん、手に職をつけるっていうので、うん、独立したんですよ。はい、あのこれ自分の会社なの。そうです、僕の会社です。やだ、全然知らなかった。ごめん。僕の会社です。代表なんですね。そうです。じゃあちゃんと言ってよ。すいません。ルックスアチーブメントの代表の久道さんですって言わなきゃさ、わかんないじゃんね。すいません。どこの人なのか。どこの人。そう。ちゃんと代表のって言わないと。はい。はい、失礼しました。いやいや、とんでもないです。申し訳なかった。打ち合わせでもギリギリになってきたからね、本当にね。はい、全然。はい。そうです。はい、で戻しまして、はい、23に独立して。そうです。23独立して、うん、個人事業主としてこうやってたんですよ。はい。で何やってたの？エアコンの工事とか。うん。ですね。うん。ここもやってるの。本当ですか。同じ業務、うん、そうです、やってて、うん、でそれこそオリンピックの選手村の工事だったりとか、はい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 、ところやったりしてて、うん、で3年前ですよね。3年前に会社を設立して、うん、それこそあの自由が丘クリニックとか、はい、あのっていう事業を始めたっていう感じですね。全然違うじゃん。そう、全然違うんですけど、うん、全然違うことやってみたくて。へー、そうなんですよ。やっぱり美容に男の子は行くんだね。そうなんですかね、うん、そう、全然違うことやってみたくてね。あのいる層が違うじゃないですか。全然違うよね。だと全然違うところに行ってみたいなっていう、結構飽き性なんで僕、うんうん、行ってみたいなっていうのがあって、うんうんって納得いって、はい、で始めたって。なるほどね、はい、でもさ、その空調、うん、空調、そうです、空調の仕事ってすごいね。そうですね、うん、屋根裏とか登るんでしょ。登ります、登ります。そうだよね、はい、へー、それやってたんだ。そうなんですよ。なんでそれは始めたの。これは、うん、あの偶然なんですけど、うん、僕が結婚して東京から茅ヶ崎に引っ越して、うん、茅ヶ崎で引っ越した先の、うん、洗濯機を取り付けてくれたお兄さんがいたんですけど、うん、その方が実はエアコン屋さんで、うん、でその人にちょっと弟子入りさせてくれっていう話をして、うんうん、なので全く知らない人にと1年間もありました。すごい、このパワー違うね、はい、そうです。知らない人と1年間回りました。
でそこで学んだんだ。学んで、そうですね、うん、盗んで、そうですね、教えてもらって、仕事を全部自分のものにして、はい、そうです、そうです、独立して、そうです、へえ、すごい。それがもう根っこにある、あって、うん、っていうところから、うん、いろんな事業をこうちょっとずつやってるって感じです。すごい、いい。なんかさ、よくそういう空調とかってやっぱ、はい、あの高校とかが工業科とかね、うんうん、なんか専門の子たちが多くない？あ、電気科とか、ね、工業高校とかね、ね、なので全然違うでしょ？全然違いますね。すごい、はい、大変なことは何だった？そうですね、全く分からなかったんで、うん、なんか自分が何やってるのかよく分かんない状態で結構月日が過ぎてったんですよ、うん、でもなんかそれの焦りとかがすごくて、なんかこうメモして、うん、なんか今日できたことできなかったことみたいなメモして、うんうん、なんか今日よりも明日みたいな感じでこうやり続けた感じですね。すごい ね、 そ、 ね、それが今あるんだね。そうですね、うん、え、じゃあ今はあの空調とか天井っていうかなんか入ってたりとかするの？今もやってますよ。え、本当？今も空調もやりながら美容の方もやってるって感じです。そうですね、すごいすごい、やり手だね。いや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 、本当に。いや、そんなことない。次何やんの？次ですか？いや、ちょっと福祉とかやってみたいですね。あ、いいね、はい、いいね、福祉とか。え、自分の目標は？自分の目標ですか、うん、目標は僕は、うん、その旅をしたいなっていうのがあって、うん、なんかこう仕事も冒険みたいな感じだと思ってて、うん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 、なんかこうこういう風になりたいなって思ったらそれに対して必要なものを集めてって、うん、なんかこう協力者が出てきたりとか、うん、友達ができてきたりとか、うんうん、それのもうやっぱ何カ国か僕も旅してみたくて、うん、なんかその旅した先で友達を作って、うん、その友達のなんかこうルーツとかを知りたいなとか、うん、なんかそういうのを出したいですね。へえ、すごいね、はい、いつでも学びだね。そうですね未熟です。まだまだ未熟です。え、英語と、英語喋れるの？全然喋れないです。あの、何語だったら喋れるの？日本語もちょっと怪しいです、ね。やっぱり？日本語も怪しいです。そうか。はい、でもなんかもっと喋れそうだけどね。そうですね。でもグアムで、それこそ、うん、何年前か前にグアム行ったんです、家族で。うんうん、で、グアムで、うん、のビーチで、うん、外人が、どこだっけな、ウェスティンホテルのなんか、うん、はい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 、ビーチがあったんですけど、うんうんうん、そこでなんか外人がこうバーベキューやってて、はい、なんかそのそこで話しかけに行ったんですよ、うん、そしたら気づいたら2時間経ってて、え？全然話せないのに、うん、で帰ったらその家族で行ったんで、うん、奥さんにめっちゃブチギレられるっていう、お前一人で来てないんだぞすいませんっていうのもありましたね。めちゃめちゃ怒られましたね。何語で喋ってたの？いや、多分英語な、片言の英語、あ、はいはいはい、でなんかこう喋ってて、うんうんうん、でなんかこう気づいたらいろんななんかこう現地の友達とかが仲間が集まってて、あ、はいはいはい、バーベキューして、うん、で僕もバーベキューの一員みたいな、うん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 、中に入って、そうです、もうチームだよね、ある意味ね。そうです、そうです、うんうんうん、飲み物はなんかあの飲み放題だったんですけど、うん、すぐフリードリンクって言われて、うん、食べ物は絶対食べさせてくれなかったですね、うん、あ、そうなんだ、はい、肉はダメだってみたいな、肉は行くな、なんで？いや、分かんないです。聞きたかったです。でも、うん、言語が分かんないんで。Why って聞きます。そうそう。分かんなくても食べちゃいけないんだみたいな。ああ、そっか。でも交流は持ちたいみたいなね。そうですね。交流は楽しかったです。本当に2時間ぐらい経ってたんで。今までどこ海外行ったんですか？韓国、タイ、うん、グアム、うん、ですね。まだ3カ国しか行ってないです。うん、どこ行きたいんですか次？僕は、うん、あそこ行きたいです。トルコ。トルコ、エジプト行きたいですね。わかるわ。わかります。うち甥っ子がエジプトに一人旅行ったの、はい、一人で、はい、あの何ヒッチハイク何ヒッチハイクって言うの？バックパック。あ、バックドッグ、はい、はい、それごめん、はい、バックパックヒッチハイク車を止めてあれですよね一緒じゃんか、そうなの、はい、でもバックパックそう、それで行ったんですよ、はい、エジプトからぐるっとこう一人で旅してって、うんうん、よかったって言ってた、で行きそうな感じ。僕ですか？うんうんうん、エジプト行く感じ出てます？行く感じ感じ感じ出てますか？うん、出てる。
出してますもん。行ったら多分、はい、すっごい考え方また変わると思う。ですよね。さらに。いや、それで行きたいんですよね。でも会社どうするの？会社は、今やってる事業って、全部手離れがいいものしかやってないんですよ。なんで、今頑張ってるのはそこなんです。なるほどね、はい。ちゃんと考えてるんだね。一応。ねえ、すごい。ない頭で。いや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 、頭いいんだよ、本当はそういう人って。いやいやいや。そうなんだ。あ、じゃあゆくゆくはそのいろんな国に行っていろんなことを吸収してそこでビジネスもできたらいいなっていう、そうですね、いうところの今手前なのね。手前ですね。準備段階なんだ。そうです、そうです。それにはなんかいろんな自分の仕事も持っていないと、うん、その相手にいろいろ説明できないもんね。そうですね。すごいね、はい、夢は？夢ですか？うん、将来の夢、多分ビジョンってあると思うんだよ。そうですね。ビジョン 夢っすよね、うん、夢はでも結構その旅したいのも夢の一つなんですけど、はいはいはい、でもきっとその先ってなんか自分のその今やってる経験とかを、うん、でも辛かったこと良かったことっていうのを、うん、こうなんかこう僕がそのなんですか年齢いった時に、うん、こう下の子たちにこう勇気づけられるような存在でいたいなっていうのが夢ですね。あー、なんかこう希望を与え続けたいみたいな。プロ野球選手じゃないですけど、諦めずにやることが大事だよっていうこととか。そうですね。まあそうね、それでこう伝えていきながら何をやるとか。そうですね、こう何をしたいかっていうのは特にないんです。こういう人間でありたいっていう像はすごい明確にあるんですけど、何をしたいかっていうのは本当に何ですかね、軽い人間でいたいというか、なんかこう縛られてる人間じゃなく、あ、自分らしく行こうよっていう、ね、そうですね。自分らしくいたいですね。今のまさしくこだね、はい、やりたいことをやって自分の行きたい道を行くみたいなね。そうですね、でもそちゃんとしっかりとね土台をこう作って、道を作ってるっていうところ、ね、そうですね。じゃあ結婚合わないね。合わないですか？合わないね。え、でも近々合コンするらしい。いやなんか付き合ってる分にはいいと思う、はい、けどやっぱさ、だって結婚ってなるとさ、はい、多分してるから分かると思うんだけど、はい、家庭守っていかないといけないからさ、ちょっと大丈夫か余計なこと私今言ってる。いやいやいやそうなんですよ。あの結局だってさ、はい、ねやっぱすごいパワーいるよね。ね、自分の家族守りながらでもこれもやりたいってなっちゃうとさ、うんうん、そうですね、ね、ちょっとね向いてないかもしれないですね、うん、ごめん、私余計なこと言った。いやいや全然余計なこと言ってます、ね、いや自分でも薄々感じてないです。だから多分それを現実何とか実際それをやった後に結婚するという、多分、はい、あ、でもそうですね、ね、うん、多分僕もそう思います。それは、うん、やばいね、そういう子多いんだよね。はい、そうなんですよ。すごい思います、本当に。うん、そんな下向かないでよ。いや、やめて。今日何喋ろうかなって何考えてきたの。でも。いやでも本当に。その話はどうでもね、あの後回しにしてても、はい、今日はでも本当に引き出されに来たって感じです。本当ですか。はい、だっていいことも悪いことも引き出しちゃうからさ。いやもう引き出されたい。もう別に僕は積み隠さない。うん。そうだよね。はい、引き出していただいて。ずっと隣で鈴木さんの私何聞かれるんだろうと思ってるよね。緊張してるけど。緊張しますよね。ところでいくつ？僕29です。今年30。1994年。うん、です。平成6年です。6年、はい、ああなるほどね。いい年だね。そうなんですよ、ね、ちょうど30の節目で、うん、全てちょっとリセットされました。いいね、はい、いいなあ、これからやりたい放題じゃん。そうなんですよ。へえ、じゃあこの今美容業界入りました、はい、あ、空調の仕事、その後美容業界で、次は何するって言ったっけ今。ちょっと福祉にすごい興味があって。あ、はい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 。例えばどんな感じですか？就労支援 B 型ですね。あの障害を持ってる方障害を持ってる方が、うん、訓練をして、うんうんうん、まあ、就職していくみたいなのを手伝いするっていう、うん、はいはいはい、はい、すごい興味があって、うん、自分の会社でやればいいじゃん。あ、そう、自分の会社でやりたいなと思ってるんですけど。いいね、そうですね、うんうん、その時あの爪のケアはうちの会社でぜひお願いします。わかりました。障害者の子たちね、あの、はい、実際にうちのスタッフの子たちみんな行ってるから、はい、うん、あの障害者の施設の子たちってやっぱ
あのいろんな方いらっしゃるじゃないですか、うんうん、で爪ってすごい大事で、大事ですね。そうだからそれをケアしに確かに行ってるんで、伸びてて尖ってたら自分で傷つけちゃいますもんね。うん、しあの爪が厚くなったりとかするとやっぱリハビリもできなくなってくるっていうのはあるので、確かにお願いします。わかりました。なんかどっかでねつなげられたらいいね。そうですね、うん、うーんいいね。そういうちょっとやりたいことはありますね。そうですね、はい、それいつやる。そうですね、本当に来年やりたいなと思ってて。あ、本当。ちょっと動き出してはいるんですけど、うんうん、まあどうなるかなっていうところではあるんですけど、うーん今ねいろいろ補助金もあるからね。はい、うん、いろいろ使って。そうなんですよね、うん、なんかこう与えることをしたいですね。なんか自分が自分がじゃなくて、そっちの方が向いてるんですよ、うん、僕は、うん、人のために動くんだよね。そうですね、そっちの方がなんかこう勝負に合うというか、うん、でも騙されないでね。はい、騙されないね絶対ね。いやわかんないです。いや騙されるタイプではなさそうだな。いやいや全然全然、もうすごいもう心オープンなんで、はい、え今までに騙されたことある。騙されたことは全然ありますよ。あるの、はい、どんなこと。例えばなんかこう騙され、全然あります、あの詐欺みたいな絶対ないよいやいや本当あります、本当あります。本当、はい、私この間あったよね。あったんですか。あったどういうことですか今さあのテレビでさあるあるのさ、はい、東京ガスなんたら、はい、なんとかってショートメールで来るの知ってる。東京ガスのなんとかですとか、あと丸い昔丸いで今なんだっけ、ほら、なんすか、丸い、丸い、うん、丸いって今何になったっけ。いや丸い丸いじゃないですか。違う、もう一個言い方あるよね、なんだっけ、丸いってなんだっけそう、とにかくショートメールで、はい、あ来たんですね。来るのよ、はい、で、私、あ、そういえばガス代払わなきゃいけないなと思って、はい、請求来たから、はい、払ったの、はい、違うところに払っちゃって。え、マジですか。うん、それから、うわーっていっぱいねいたずらメールが来るんですよ、はいはい、で私今日消費者センターに電話した。なるほど。相談した、あのすごいんですよって言って、はい、ね、ほら重要なお知らせ、電気料金について。本当だ、すごくない。すごい、流行ってるんですかこれ。そうでみんなおっしゃるわけよ。だからなんていうの、暇な人だったらこうよく見て、うん、あのあこれ違うなって分かるんだけど、ながら族何かやってる人だと、うんうん、払わなきゃいけないって頭にあるからプッて押しちゃうんだよね。確かに。で払っちゃった。まさかの、まさかの消費者センターに私は連絡しました。ほら三井住友とか。本当だね、はい、すごくないこれ、見てください。払うやついるんだって言ってるでしょ。びっくりっすね。でもよく見るとこんな私のメールアドレスで来るわけないよね。そうです ね確かに、はい、やられちゃったんです。え、ベラボーに高かったんですか。いや、それは言えないよ。アマゾンとかも来るからね。そうですよね。なんて知ってるの。僕はアマゾン来たことあります。本当、はい、開かないの。開かないです。 頭いいね。いや、ショートメールでは聞く来ないんじゃないかなって思ってたっすね、その時は。三井住友カードとかさ、はい、すごくないこれ。信用しちゃうよね。あ、エポス。あ、エポス。うん。エポスネットとか。なんか巧妙ですね。そう。これマスターカードとか。うんうんうん、マスターカード私持ってるしと思って。はい。すごいんだよ。で、すごい量来てますね。そう。どうするこれ。そう。やられた。やられてます。なんとかしてください。なんで今あの消費者センターに今日連絡しました。って言ったってすぐまでね、はい、騙されちゃうのよ、はい、で騙されたことあるの。いや僕騙されたことありますよ、はい、どんなの。いや突っ込むよ。突っ込みますやだな。なんでだって突っ込んでほしいんでしょ今日。もう引き出してほしい。突っ込んでほしいです、うん、騙された話ですか、うん、いやなんすかね、なんか投資みたいなのになんかこうちょっとお金投げて戻ってこなかったみたいなはありましたよ。あ、本当、はい、それも私ある。ありますよ。結構いろんなのがいろんなのがいろんなのがあるんですね。あるんだよ。いや確か騙されやすいかもしれないですね僕。そうかな、はい、あ、それをこうなんか隣で支えそうな感じだよね。あ、本当ですか。ダメですよ社長。私も騙されたことありますよ。本当に。みんな騙されてるんです。はい、じゃあよかった、みんな騙されてるって。
みんな騙されてます。ダメじゃん、はい、ダメじゃんね。そうなんです。でもそれも学びだよね。はい、学びです。みんなで共感、あの何、共有して、はい、騙されないようにしよう。そうですね。うん、本当にそうしたいです。ね。で、この辺でちょっと一回お休みしていい？鈴木ちゃんに言って、はい、振っていいかな、今度。大丈夫ですよ。いいですか？はい、あと言いたいことない？いや、大丈夫です、大丈夫です。本当？はい。はい、じゃあ次。今度は、あの鈴木さん。はい。です。はい、お願いします。はい、自分の紹介してください。はい、鈴木たまみです。私いつもたまちゃんとかたまってみんな呼んでくれてる。くれてるので、はい、よかったらそう呼んでください。たまちゃんね。はい、たまちゃん。で、この写真は、私ライブ配信のコンテストに出てた時があって、うん、それ関係の写真ちょっと今日持ってきたんですけど、うん、向かってなんかピースしてる写真が、うん、なんかライブ配信のコンテストってわかります？わかんない。なんだろう、17ライブとか。あ、17ありますか？ああいうのライブ配信の、そういうプラットフォームいっぱいあるんですけど、うんうん、でこうやって配信して、うん、そのリスナーさんがついてくれて、こうやってコメントとかいっぱいアイテムくれたりとか応援してくれるんですよ、うんうんうん、でちょっと今隠れちゃってるかもしれないんですけど、うん、ありがとうございます。これ最後の一番最後の配信の時で、うん、で私真っ白な服に、その応援してコメントくれたリスナーさんとか、うん、あとそのアイテムで応援してくれたリスナーさんの名前をバーって書いてって、最後1週間ぐらいバーって書いて、うん、一番最後の配信の1時間でこれを着てやるみたいな感じだったんですよ。すー、感動ですね。いや、もうやばいですよこれ。だから最後の1時間のその配信が、うん、もう勝負なんですよ。でその本当にコンテスト3ヶ月の期間のコンテスト出てて、うんうん、で最後の最後でもう逆転劇とか全然あるんですよ。もともと私のコンテスト40人ぐらいかな参加して、うん、書類かなみたいな若干、それを突破した40人がまず出るんですけど、うん、で、でステージ3つあってだんだんこう足切りされていくんですよ、うん、はい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 、はい、でこれ一番最後の、一番最後のその配信枠の時で、うん、でもうめっちゃドキドキしてるというか、うん、なんか3ヶ月のこの思いがあるから、うん、もう終始泣いてるんですよ、うん、もう始めた瞬間から泣いてるんですけど、うん、で、これがもう配信なんだろう、この一番最後の1分とかは、もう大号泣しない、私過呼吸レベルだったんですよ、泣きすぎて。リスナーさんにも深呼吸深呼吸みたいな、水飲んでて、めっちゃコメントで言われながら、そうやって、でもそれを終えた後の結果準優勝だったんですけど、え、すごい、すごい、準優勝、初めて聞いた、すごいね、隠しすぎだろ、すごい、社長今知ったらしいよ、知ってましたね、はい、はい、うん、その時のその笑顔がこのピースのやつで、うん、でその上位何名かがそのコンテストの受賞式に行けるんですよ、うん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 、でそれが真ん中のこのウェディングドレス着てる写真なんですけど、うん、その入賞するとウェディングドレスを着て、うん、プロのカメラマンさんが教会で写真撮ってくれるよみたいな、うん、コンテストの内容だったんですよ、ね、もう一番最初本当にもうウェディングドレス着たいみたいな理由で参加したんですけど、うん、でも結果まあこうやってリスナーさんのおかげで行けて、本当になんか私の中で結構宝物なんですよ、この時の体験が、なんかこれがあったから本当に今があるなって思ってて、でその一番、なんかこの寝っ転がってるやつは、優勝した方とその準優勝は、あの雑誌ファッション誌、女性ファッション誌に載れる権利があって、はいはい、その時の写真なんですよ、これは何に載ったんですか？ビス、小文字で BIS、あ、ビス、はい、ある、女の子の雑誌だよね、ファッション雑誌でね、で、去年かなの5月号なんですけど、これちょっと持ってくればよかったです。そうだよ、見たかったよ、へー、すごい、すごいいい経験になってて、うん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 、で、まあ、これがあって、うん、で、なんだろう、人前に出て、うん、出るの楽しいかもみたいなところがあって、うん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 、それがその後私1年ぐらいだけ芸能事務所に入ったんですけど、おみたいなつながったので、本当に人生の転機なんですよ、このコンテスト出たのが、うんうん、ちょっと思い出として今もなんかちょっと元気なくなったらたまにこれ見てます。そうなんだ。なんでそのリスナーになろうと、リスナーっていうかそのなんだっけ、ライバーさんになろうと思ったの？いや、本当そのコンテストのウェディング連絡が、うんうん、そうです、インスタの DM とかで来るんですよ。で結構あって、そういうコンテストって、そうなんだ。例えばなんかこういう着物女子コンテストありますみたいなとかっていっぱい来るんですよ、うん、で結構来るけど、うん、まあ、スルーしてたんですよ、うんうん、ただ一回そのウェディングドレス
来ませんかみたいな、そのワードだけに反応して、うん、で行きたいってなって、うん、興味ありますって連絡して、うん、で出ようってなったんですよ、うん、で出ようって決めてから、うん、コンテストの審査内容何ってなって、うん、知らなかったんですよライブ配信って、うんうん、で、うん、そしたらなんかライブ配信ですって言われて、うん、やったことないし、なんなら見たことなかったんですよ、うん、なんかよくわからんけど、うん、なんかやるって言っちゃったなみたいな、うん、でなんかそのコンテストが3ヶ月っていうのは聞いてたので、うん、なんか私結構今まで、うん、なんだろう、自分で決めてこれやりきるみたいなのができなかったんですよ、うん、人生の中で。そうなんだ。そうで悔しかったんですよ、うん、それを変えたいなって思ってて、うん、だからこれ、まあ、期間も3ヶ月っていうのも分かったし、うん、これ自分でじゃあやるって決めてこれだけはやろうと思って、うん、それで、まあ、飛び込んだっていうのもあります、うん、なるほどね。でやりきって。そうですね。え、最初どうした、どういう風にどうしたのライブ配信。しんどいですえ、どういうことするの。私ライブ配信しやりたいんだけどさ。あ、最初はとりあえず、うん、画面の前に座って、うん、で初めて見る人だからリスナーさんも、うん、この人どんな人だろうだから基本的にコメントなんか来ないんですよ、うん、もう普通は、うん、だからとりあえず自分で話題作ったり、うん、あのじゃあリスナーさんの、うん、まあ、名前とかアイコンとか、うん、とりあえず自分できっかけを見つけて拾って、うん、そこから会話展開するみたいな、うん、最初はもう自分できっかけ作るしかないです、うん、あ、じゃあ見に来てくれた人に対して声をかけるみたいな感じ、うん、じゃなくて。そうですね、私はそういうスタイルだったんですけど、うんうん、でもいろいろあって、うん、で例えば、うん、なんだろう、歌が得意な人だったら、はいはい、歌配信してる場合もある、うん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 、そしたらその歌に対して、うん、あの すごい上手ってコメントしてくれたりとか、これ歌ってみたいなコメントが来る場合もあるので、うん、へ、得意があるんだったら絶対それとかあの活かした方がいいと思う。へ、うん、私は何もなかったから、うん、雑談配信するしかないと思って、うん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 、で最初はもう本当にどうしていいか分かんないから、うん、無理やりもう今日会ったことか直近にやったことかをバーッ広げてみたいな、うん、でうん、そしたら本当に最初1人から、うん、で2人に増えてってコメントしてくれたりとか、毎回来てくれる人がだん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 増えてって、うん、でいつも来てくれるリスナーさんが来て、うん、おかえりみたいな、うん、フレンドリーな感じでね、そうそう、そしたらめっちゃ楽しいですね。なんか居場所になります、自分にとっても。それが本当にあったかいです。へえ、すごい。やろう、やりましょう。何でやる。何です。歌。僕は歌ですね。本当に。いや、わかんないですけど。本当に。わかんないですけど。え、いいよ歌って今。いやいや大丈夫です、大丈夫。あの音楽流してくれる。いやいやいや、今やばいです。あ、そうそう、そっかそっか。やってみたい。やってみたいですね。ね、うん、やる。何でやるんですか。うん、なんか喋ってる。50歳おばちゃんみたいな。絶対でも上手だと思います。本当？いけるかな。絶対。え、じゃあみんな応援しに来てね。やってみる。いや、やりましょう。本当？とりあえず私たち一番にコメントしに。え、嬉しい嬉しい。投げ銭されたいです。投げ銭されたい。投げ銭されたい。されたいよね。わかるわ。投げ銭経験してみたいですね。ね。はい、よし。あ、なんかあれでして、なんかそのアイテムも、うん、その。ライブ配信のプラットフォームによっていろいろ違うんですけど、うん、例えばそのバラとかあるんです、結構定番で、うん、で例えばバラ1本投げられたら、うん、そのバラ1本の花言葉を返すとかやってましたよ。なんかロマンチックな感じじゃないですか。そういうなんかリアクションっていうか、うん、みたいなやっぱ大事で喜んでもらえるので、そういうコミュニケーション大事です。頭良くなきゃ難しくない。難しいですね。バラの花言葉とか分かんないです。知らない。覚えます、はい、とりあえず10本まで覚えてください、1から10まで。じゃあマニュアル作ってもらおうか。そうですね。だいたいこういう感じだよみたいな。それで仕事したら、あ、いいじゃんそれ。いや、いいと思います。今の時代。はい。ね。ライバーです。ライバー。またライバーです。うん。それで自分の会社からこう出して。はい。またライバーです。ね。会社の顔になれるように。うん。一事業で。はい。やろう。いや、本当にぜひぜひ、ね、僕もやりたいですね。ね、すごーすごいな。はい。なんかやってそのライバーさんやってて。なんかいいことっていうか、うんうん、これは言いたいなっていうのとかある？言いたいことか、あ、うん、私そのコンテスト途中までや、3ヶ月やってて、うん、で最初それこそすごい綺麗な配信をしようとしたんですよ、うん、見られ方とか気になるから、うん、どうやったらリスナーさん楽しんでくれるかなとかをすっごい意識してやってたんですよ、うん、で自分を作って見せてたんです、うん、でただ、私朝昼晩
あの配信してたんですけど、うん、どのくらいの時間、朝昼晩、朝準備しながら30分ぐらいやって、はい、で昼休み、会社の昼休みに30分ぐらいやって、うん、帰ってきて夜1時間とか、もう余裕あったらもうちょいプラスみたいな、うんうん、やってたんですけど、うんうん、結構あのハードワークなんですよ、ライブ配信って、うんうん、そうだね、でその1時間とか配信して、うん、配信中はすっごいアドレナリン出るんですよ、うん、だからなんかわーって感じなんですけど、うん、終わるとみたいな、もう全部抜けるみたいな感じなんですよ、うんうんうん、だから割とあの体力勝負で大変なんですね、うんうんうん、でそのコンテストやってて途中で、うん、あのちょっときついかもってタイミング来たんですよ、はいはいはい、自分の中で、うんうんうん、でその時になんかその全部作ってたのを一回もうやめてもう素で行こうと思って、うん、で、もう全部自分の感情バー出してめっちゃ泣いて、リスナーさんの前で、うん、めっちゃ泣いて、うん、でもちょっとめっちゃ頑張ってたわみたいな、うん、作ってたわみたいな、うんうん、でもめっちゃ素で行くわって言って、うん、もう次の日ぐらいから、うん、もう朝配信してる時もめっちゃそのメイクしながら配信してるんですよ、うん、はいはいはい、メイクしながら配信して、うん、でちょっとコメント読んでちょっとアイライン行くから5秒待ってるって言ってめっちゃ無言でアイライン5秒引いてから戻るみたいな、あごめんねっつってこのぐらいゆるゆるの配信したんですよ、うん、でそれがもう素だったんですよ、うんうんうん、ちょっとなんとかだからちょっと行ってくるねみたいな、画面からいなくなるみたいな、はいはいはい、超自由ライバーだったんですよ、うん、でもなんかそしたら、でもそういう私をやっぱ好きになってくれるリスナーさんで絶対いて、うんうん、ってなった時に、うん、あなんか全然その無理する必要ないんだなって思ったんですよ、うん、で私的にはその経験がすごい楽になったし、うん、嬉しかったんですよね、うんうん、だからなんかどんな方も多分今頑張ってで、うん、なんか見え方とか周りの目とか気にしちゃう方、うん、たくさんいると思うんですけど、うん、全然そのままのあなたでいいよみたいな、好きになってくる人が絶対いるよみたいなのはすっごい強く感じたし、うん、もう伝えたいなって思いました。素晴らしい、これは経験した人しか言えない、素晴らしいですね、うん、すごいその時、思い出すと泣いちゃう感じだね、もう毎回うるうるしますそうだよね、そうだよね、それこそなんかもうコンテスト2年ぐらい前ですけど、うん、今でもその時 の、うん、あの濃いリスナーさん、私のファンになってくれた方は、うん、私のインスタが例えばストーリーとか上げたら、うん、一番最初に反応をくれたりするんですよ、うん、今でも、で、あの、まあ後でちょっと会社紹介あるかもしれないんですけど、うん、今その美容商材扱ってて、うん、もう昨日一昨日とかの話でリスナーさんが、うん、まあ、シャンプーもちょっと商品にあるんですけど、うんうんうん、あのタマさんから言われて、うん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 、タマさんからなら買うよって言ってくれて、そのリスナーさんが買ってくれたりとか、本当に応援してくれてて、でも私は顔も、うん、まあ、年齢とか、うん、どこにじゃあ住んでるとかも全然知らないわけですよ、うんうんうん、それでもなんか、うん、私のことこんなに応援してくれる人がいるっていうのも、うん、もうすごい、なんだろうな、人って素晴らしいと思って、あ確かに、ね、人間あったかいな、うんうん、なんかそれもあって私人多分すごい好きなんですよ、うーん、わかるわいいですね、いいね、大好きでしょそういうの、いや大好きですよもうやりたいですね、やりたいですね、はい、ぜひやりましょう、やりましょうね、そうかで、それはやめ、今もう続けてんの？いや最近はそうですね、あんまできてはないです。うん、じゃあ続けよう。今度はあの会社のために。会社のために。ね、本当にやってほしいです、ね、うん。言ってるよ。はい、真剣にやってほしいです、はい。言ってるよ。はい、あの社長命令ですか。うん、社長命令お願いします。このタイミングに。僕もやります。一緒に。僕も。何でやるって。何でやるの？いや、別々の方がいいですよ。別々の方がいいと思います。あ、そうなんだ。一緒にやらないですか？あ、一緒にやるんですか？やらないですか？別々の方がいいんじゃないですか？いや、わかんないです。わかんないです。僕、ライブ配信がわかんないですけど。そうだよね。はい、一緒でも全然。一緒の方が助かります。ね。はい、いいと思うよ。はい。掛け合いもできるんで、そしたら。掛け合いしたいですね。何ですか、掛け合いって。バトル？わかりません。こういう感じです。2人で会話しながらみたいな。あのインスタライブと同じ感じ？あ、そう。あ、それでもいいのか。なんか一緒に出るでもいいし、その2画面みたいな感じでも、まあ、できなかった。できるんだ。ものプラットフォームによりよります。面白そうですね。面白そう。私も入れて。いや、やりましょう。そしたらバトルになるかもです。なんか2画面とかでやったら、なんか誰が一番じゃあ相手もらえるかみたいな、バチバチするかもしれない。それバトルじゃん。バトルができるんだ。やべえ、うん。それで稼いでる人いるんだよ、チャリンチャリンチャリンってね、今のでいいよね、今時代変わったよね、そうですね、本当にいいですね、いいよね、はい、私普通にやってるのバッカバカしくなってきたもん、いや本当ですか本当にライブ配信してみたいですね、ね、
やろ、じゃあみんなでね、はい、はい、ありがとうございます。でライブ配信今してなくて、うんうん、今の会社に入ったの？あの私3月まで静岡にいたんですけど、うん、でいて、うん、でただまあこのままでいいのかなみたいな、このまま会社員ここでやってていいのかなみたいな漠然とした不安はあって、うんうん、でまあちょっときっかけがあってこっちに来るってなって、うん、で最初はちょっとあのまた別 の, あの方のもとでいろいろやってたんですけど、うんうんうん、あのたまたま本当にご縁ですね。そうですね偶然も偶然みたいな感じで、うん、ある方がイベント招待してくださって、うん、そこのイベントでたまたま知り合ったみたいな、うん、で一緒にやろうみたいなそうですね軽くそういう感じで今に至ります。なるほど、はい、さすがだね。さすがねえ、どうする、あと10分しかない。あ、本当ですか、うん、3時間ぐらいあると思ってました、ね、うんね、はい、全速力で言いたいこと全部10分残り10分で言うよ、はい、頭の中整理しておいて。わかりました、はい。すごいね。じゃあそれがきっかけで会社に入って今何ヶ月？え、まだ1ヶ月も経ってないじゃないですか、うん、そうだよね。なんか私と会った時、はい、初めてです。あの時2日目って言いました。2日目じゃ、2日目って言いました。そうだよね、そうなんですよね。面白い、面白いですよね。でもその日のうちにラジオを着なよみたいな話になりました。そうだよね、そう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 、よかったよ出れて。で残り10分あと喋っていいから。ええ、こういう感じなんですか。そう、まあまあまあ、一応、はい、一応会社なんで会社の紹介ちょっとだけします。そうですね、そうね、最初のあの、いいですね、これが掛け合いです。そうですね、はい、あの最初のあの PDF のやつ。あ、そうそう、はい、あの進めて、はい、はいはい、読んで。会社のミッションを教えてください。会社のミッションですね、はい、まあ、関われる人、関わる人すべてに希望を与えられるような場所を作りたいと思って創業いたしましたって書いてあるんですけど、はい、まあ、あの僕らの会社は、うん、その働く人 の, その夢だったり目標、人生の目標っていうのを、うん、こう達成できるような会社にしたいなっていう思いで、うん、そのアチーブメントっていうのを達成って意味なんですけど、うん、つけたんですよ、うん、で、で扱ってる商品も、うん、その使ってくれた人も満足してより良くなってほしいなっていうところで選んだりもしてて、うんうん、一応そういう形の会社です、うん、だからなんだね、あの特殊な。あ、そうです、もう本当にその人のために選んで選び抜いた会社の商品なんだね。そうですね、うん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 、ありがとうございます。いい、はい、うん、次どうぞ、はい、次あ、そしたらじゃあ次の次ぐらいかな、15かな。あ、そうで、なんか今じゃなんか選び抜いたってあのゆか子さん言ってくださったんですけど、はい、その一応自由が丘クリニックのドクターズコスメっていうね、はい、扱ってるんですよね。で、え、これ私が言うんですか。言っちゃっていいよ。商品から。で、なんかもともと、うん、あの処方箋と一緒にこう出されてたものを、うん、あのお客さん、患者さんの声があって商品化してほしいみたいな形で、うん、今こうやって商材になってるんですけど、うんうん、なので本当に肌悩みで肌トラブルとかで悩んでいる方のために作ったので、うん、あ、どうですかね。このままいい。あ、大丈夫大丈夫。いっちゃってください。あー、すごいです、すごいいいです。潤ったわ。はい、そうです。すごいです。そこはなんか結構特徴かなと思ってて、はい、例えばじゃあお客様がこれ使って肌トラブルが出ちゃったってなったら、うん、ご連絡いただければ、うん、じゃあちょっと写真、お写真撮ってもらっていただければ、じゃあこうした方がいいですよみたいなアドバイスもできるし、うん、それはその普通の一般的な美容商材じゃなくて、うん、ちゃんとクリニックっていうところがバックについてるからこそできるサポートなんですよね。はい、なので、本当に一般の商品、うん、普通肌の方とかじゃなくて、うん、例えば敏感肌とか、はいはい、いつも悩んでる方にこそ使ってほしいんです。あ、逆にね、はい、うん、そういう方こそ絶対あのよくあのできると思うので、はい、ね、社長、はい、そう思います。どうぞ。これ iPS 細胞です。これ私、はい、あ、なんかすごいサラサラしてる、はい、そうなんですよ、ね、年取ってくると見てよこのシワが、見て、でもこれ使うと全然違くない？すごいですね。カメラにも見せてください。なんか今つける前見せればよかったね。結構やっぱ年齢出てくるとここにねシワがすごくなってくるのよ。だけど実際に使ってみるとほらテカ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 、すごい。さすがだね。手術じゃん。若いからさ、若い世代やな。匂いもないし、うんうんうん、あのつけた感じもすごい。これさ気持ちいいんだけどさ、はい、男性
にも使ってもらえるんだよ。あ、そうです、めちゃめちゃいいと思います、ねね、さっぱりしてるんでこれからの季節にも。ビタミンです。ビタミン、はい、ビタミン C、 C です。 C がいっぱい入ってるんだね。そうです。私これあのうち仕入れようかなと思って、うんうん、今はい、ゆかこさんのありがとうございます。あのサロンさんから買いますので、はい、はい、ぜひぜひぜひ、はい、あのやり始めたら毎回あの放送の前に宣伝していこうかと。お願いします。置いといてください。はい、わかりました、置いときます、ね。ありがとうございます。はい、どうぞ。え、エアコンいます？エアコンですね。うん、エアコンもぜひ。ですね、はい、今エアコン の、 その大手の空調メーカーのメンテナンス、うん、あの修理をする人ですね、はい、作業員を今募集していて。あ、募集してるのね。そうです、はい、あの未経験からでもできて、で、研修を受けて、うん、一発のこの職人というかサービスマンになっていって、うん、自分のそのかでやったらやった分だけ、うん、稼ぐっていうところを今ご紹介して人を集めている状態ですね。はい、成功報酬ですね。そうです。でもいいね、技術者とかさ自分 で、 そうなんですよ、ね、やっていけるもんね。そうなんですよ、うんうんうん、もう今建設業って55歳以上の方がほぼほぼなんですよ、うん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 、でもその中でこう若い子たちがどん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 力つけて入れ替わりになった時に、うん、またさらに稼げる可能性っていうのが非常にあるじゃないですか。確かに確かに。でなくならない仕事なんで、うんうんうん、非常にいいかなと思ってて、うん、まあ、僕もやってきてるんですと。うんうんうん、ぜひ、はい、募集しております。募集してます。あのその募集要項とかはどこ見れば出てますかね。ですね、はい、ホームページから。ホームページに、はいはい、見れるんでね、ぜひぜひ、はい、URL ここですね。あ、これじゃねえの。あ、これだっけ。これは、はい、表紙というか。あ、これがそうなんですね、はい、はい、クリニック感がすごいあるんですけど。そう、私もクリニックだと思った。クリニック感はあるんですけど、うん、あの一応建設も載ってますので、はい、チェックしてください。あとは人に聞き応えたりもします、うん、はい、どうぞ、まあ、どうぞ喋って。どうぞどうぞ。やっぱライバーだから。そう、ライバーだから。だから喋ってもらえない。雑な触れ方すぎる。ライバーだから。ライバーだから。いや、そういう番組なんだか俺。でも本当になんか事業内容とか、うん、あのエアコンとか、うん、あと商品とか、うん、あの興味持ってくれたら本当にあのご連絡くれたら嬉しいなと思ってて、うん、で、この今JC プログラムってこのシリーズは、うん、あのサロンさんに、うん、あの卸してる商品 で、はい、で他にもあの個人の方にも販売できる商品もまたあったりするんですね、うん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 、なので、ま、興味あったらホームページの、ま、問い合わせもらうか、うんうんうん、別にインスタとか、私たちのインスタとかでも使ってますか。インスタ使ってか、あの個人のやつを使ってますとかでも別に、はい、あ、じゃあ私のインスタなんかコメント欄とかで貼っとくんでそこでもいいので。そうです、お願いします。そうだね、はい、うん、あとはなんかなんかこいつら面白そうだなと思ったらなんかください。そうだね、そうだね。いや、もう本当にお待ちしてます。お待ちしてます。いいですね、なんか楽しい今日めっちゃ楽しい。打ち合わせほぼしなかった、ね、そうだよね、もうぶっつけ本番だから。そうですね、大丈夫、敷かれたレールを走るの苦手って言ってたんで大丈夫です。あ、よか、逆によかったかな、はい、これ喋ってくださいって言われると僕喋れなくなっちゃうんですよ。わかる。ダメ で、あの好きに喋っていいよって言われた方がいいです、うん、じゃあ、はい、あの残り3分、うん、2分だね、2分あるから、うん、はい、じゃあ2分スタート。2分、はい。いや、でも正直今日は、うん、本当にライバーへの未来がちょっと見えたというか。はい、降りてきた。はい、なんかさっきちょっとライブなんこんな、こんな感じもあるじゃないですか。はいはい、彼が、うんうん、ライブ配信してました。あ、はい、もうここで、はいはい、ライブ配信してました。うん、さっきあのメイク直しできるところにこのリングライトがあって、うん、それポチポチやってました。はい、ちょっと イメージはできてます。もうイメージはできてます。ライブ配信、ね、はい、ライブ配信の。オッケー。どんなもんなのかちょっと知りたいです。そうだよね。はい、じゃあそれはご後で見てみよう。あ、それ見てみましょう。ね、はい、見よう見よう見よう。で、なんか今クリニックの写真が、ごめん今。急に出てきたんですけど、はい、これが自由学クリニックの内部の中のね、お写真ですね。そう、そう、美容整形とかできるとこなんですけど、はい、本当になんか長居しても居心地がいいようなお部屋みたいな、うん、お部屋となんか美術館組み合わさったみたいな、うん、こんな雰囲気のとこなので、すごいとこだったね。私も見に行って、はい、すごかったです。うん、私なんかね、あのやりたいなって思ったらここで、うん、はい、連絡くれたら嬉しいです。そうですね。ぜひぜひお待ちしております。うん、ごめんね、あと1分。はい。1分ですね。1分。1分って何喋ります？ 1 分って何喋ったの？最後に伝えたいこと。せーの、ボーイ、スタート。僕はこういう人間です。はい。
僕はこういう人間でした。はい。なんか口数少ないよね、でもね。いや、口数少ないですか？うん。僕は結構シャイボーイなんですよ。どこが？はい。いや、全体的に。うん、そっか。はい、口数少ないですか？うん、少なかった。やっぱけども引き出されたいので。あ、それで意気込みで来たけど、はい、来てるからね。そうそうそう。なんかこう、言っちゃいけないこと言ったらやばいじゃないですか。大丈夫だよ。あと30秒ぐらい。ピーみたいな。ピーみたいな。ピーないから、このラジオ。ピーないですか？ないから。なんかすごい。どこまで行っていいのかなっていうのもあったんですよ、探り探りでしたけど、うん、楽しかったですか？すごい楽しかったです。ありがとうございます。また来たいと思いました。ぜひ遊びに来てください、はい、2週間後にはね、あの自由学クリニックの方も、あ、南さん来るんですか？はい、南さんここ来ます。南さんすごいですよ。知ってます。多分もう MC いらないのかなぐらい喋ります。あの最初だけ宣伝しようかなと。いや、本当それ、うん、もう一人で喋ってますから。そうですよね。なんでお楽しみにしてください。じゃあ今日はここまでになります。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。